て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。僕もあんな可愛い先生がいるなら学童に通いたかったっていう動画。相変わらず欲求不満かお前は。なんというか、今回の話ってすごい子供向けの戦隊シリーズの中に混じる、ちょっとだけ大人っぽいお話でしたよね。まあ、ブンブンジャーってメインターゲット層はちびっ子だからな。お話としてはブンブンジャーの面々が、昔タイヤがお世話になった学童保育所に訪問し、子供たちと触れ合うところからスタートしました。っていうか、昔はブンブンが外出るときって下手な変装をしてたのに、今じゃすっかりありのままの姿で外出てるな。ユンディが気にせず外に出てるので、今さら変装してもあんまり意味ないですからね。あと、こういう集まりに始末屋たちが来るのは珍しいと思ったら、三食飯付きって条件で引き受けてたんだな。参加するきっかけは飯に釣られてでしたけど、純粋に子供たちと同じ目線で遊んでるのはサキトでしたね。地球を出てから子供たちと遊ぶ機会なかっただろうしな、過去を取り戻してるのかもしれないぜ。そうですね、今回のアコギグルマーも人間を眠らせて過去の夢に捉えて生体エネルギーを奪うという方法でラーソリンを集めていましたし、ハシリアンサイド、キャノンボーグが上司に怒られて、もう後がないって焦ってたな。ヤルカーは上司の指示が悪いからじゃないか？と煽って、サンシーターたちがまとめてお仕置きを食らってましたもんね。次回予告を見た感じ、そろそろキャノンボーグとの決戦が始まりそうだし、そろそろ退場しそうだぜ。話をブンブンジャー側に戻して、タイヤはギターの演奏と歌を披露し、彼がギターを始めたのは初恋の人であるマヒロ先生の影響だと園長から聞かされました。ユンディがめっちゃ食いついてたな。最近自作の恋愛小説を毎晩サキトに聞かせるくらいにハマってるせいだけど。学童を辞めた後もマヒロ先生に会いに来るくらいにぞっこんだったと聞かされ、ミラとユンディはテンション爆上げで会いに行かないの？と聞きましたが、タイヤは悲しげな顔から、無理に笑顔を作って、遠いところに行っちゃったからと告げると、場の空気がかなり重くなりました。タイヤほどの財力と行動力があっても会いに行けない遠いところって言ったら、お亡くなりになられてるってことだもんな。空気を変えるため、シャーシロがそろそろ外で遊ぶ時間だとみんなを促し、公園で遊んでいるところにアコギグルマーがやってきました。アコギグルマーの攻撃からみんなをかばってタイヤとサキトが夢の中に囚われたけど、変身せず生身で道の攻撃食らうのは危ないよな。今回は精神系の攻撃だったから良かったですが、そうじゃなかったら即死もありえますからね。都合のいい夢を見せて、夢から覚めないようにしてたアコギグルマーだけど、サキトは覚悟が決まってるというかすでに友達と再会できてたからか、すぐに脱出できたぜ。今回、珍しく現場の調達品が役に立たなかったんですよね。目覚めるためには自分で夢から覚めないといけないという条件だったからですが、サキト、幻の共に礼を言いつつ、これは違うと矢を放って現実に戻ったシーン、ユンディの声聞いてるせいか無限列車編を思い出しちゃったぜ。これとは対照的に、一見完璧超人に見えるタイヤがなかなか目覚めず、初恋の先生と二人きりで過ごす空間に囚われ続けてるんですよね。仲間たちの助けで、先生との思い出の歌を聴かせることでやっと正気を取り戻せてたからな。夢だと気づいてからは子供から大人の姿に戻ったタイヤでしたが、あなたは真白先生じゃないと離れるところがとても悲しかったですし、夢だと気づいた理由も、本物の真白先生は一人で遊ぶタイヤに、自分と違う色を持った人と一緒だと、世界はもっとカラフルになると教えてくれたからで、タイピングしながら泣いてるんじゃないよお前は。タイヤに待ってとすがる偽真白先生に、偽物だと分かった上で、振り返らずに涙声で、ありがとう、先生の言葉が、俺を導いてくれた。今、すっごく面白いよで現実に戻ってきたところで僕も泣きました。自分一人の力で幻想に打ち勝つのもヒーローだけど、仲間と子供たちの声で帰還するのもまたヒーローだよな。あ、それと今回の戦闘でワンワンナイン明らかに炎吹いてましたよね。初登場時はファイアーステイツと違って炎を出さないって言ってたけど、普通に出してたな。
本人は炎を吹いてましたが水辺で戦っていたので、アコギ車を倒した後は水が舞って、あの曲の名前でもある虹を描いてましたね。いつも通り巨大化戦闘が始まったけど、交通ルールを破れないブンブンじゃ相手に赤信号の信号機を乱立させて動きを封じるという技を使ってきたな。ですが緊急車両は赤信号でも渡っていいので、ブンブンレオレスキューを出動させこの障害を打ち破りました。緊急車両が赤信号で停止してたら、人の命が失われちゃうからな。赤信号突破後は必殺技であっさりと敵を撃破し一件落着。タイヤがギターを弾き、仲間たちが歌いながら集まってきました。ラスト、ブンブンジャーカラーの花のアップの絵で終わったけど、これは真宙先生への手向けの花ってことなんだろうな。今は違う色を持った仲間たちと一緒に楽しくやってるという意味なんでしょうね。来週は花火大会の話かつ、キャノンボール編の終わりっぽいな。予告では全部乗せ合体攻撃みたいなフォーメーションを組んでましたよね。キャノンボールの依頼で地球に来た先とが、キャノンボール編を終わらせるんだな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。XQTwitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。